美馬のサーブから始まります。手前が早田ひなです。フォア前に出してきました。ミドルから今度は巻き込みです。サーブは日本交代です。強打をさせたかったんだと思います。もう一度大きな巻き込みサーブ、早いピッチですからね。そうですね。でなんかとこう横回転も入れながらドライブもできたりしますね。出ました、見任せたいということですね。そうですね。巡回転フォア前バックハンドフルラリーになる。それからもう伊藤のこのサーブというのは本当にグリップを浅く持ってかなりロングサーブ、それからバックへのロングサーブが中心です。今はミドルへのロングサーブでした。打ち抜いノータッチで抜いていきました。はい、ここもレシーブから攻めていきます。はい、さあ第1ゲーム早田のゲームポイント点砲。フリックは昨日の準々決勝からチェンジエンドがあります。向こう側に早田、手前に伊藤、ロングサーブノータッチです。利用しながらというのはどういうことですか。はい、伊藤選手に対して左回転のサービスを出すと少し早田選手のフォア側に曲がっていくんですね。そうですね。ですからシュート回転がより強まるということですね。そうですね。長短あるとすごく素晴らしい。はい、ね、投げ上げて巻き込みサーブ浮いてきた。3球ロングサーブ、サービルトスの高さを変えると相手にはどんな影響ありますか。はい、まあ、リズムも取りにくいですし、やはりこのサービスの回転量前で対応する伊藤、はい、このサーブです。ロングサーブ、サービスエースで、はい、ここは落ち着いてロングサーブネットに、あ、厳しいコースをつきました。回り込む、またチャンスボールになりました。耐える伊藤、このラリーをものにしました。これは大きいで、こううまく攻めあぐんでいたんですけども、そうですね、うまくラリーで頑張って取りましたね。自信になったと思います。はい、ハーフロングバックドライブネットイン拾う、ロビングでしのぐ早田、ハーフロングバックハンド、さあ上か下か、このラリーは伊藤が変えています。回り込んでのドライブで伊藤が中での、はい、でボールも合ってきた中でのゲームオール1対1ですから、はい、さらに楽しみですね。そうですね、決めていきたいところですね、はい、もうこう逆手を捉えている場面が増えてきているので少し迷いが出てきてますね、はい、そしていわゆる迷ってきた部分が出てきましたね、はい、ロングサーブ巻き込みです。あ、早いラリーです。金メダルを狙ってますからね伊藤は、はい、楽しみです、チキータを使う、なるほど、緩急という意味では若干足りなかったですか。そうですね、うん、やはりこう高さが揃ってしまってるんですね、はい、面を固定できるとフラットにいた場合あるいはブロックでもやりやすいんですけれども、はいはい、この時間で間を取るような形になっているので安定しています。この3点にしか来ないと思ってると思うんですね。うん、強打に行く、ちょっと少し入れてるだけになってしまいましたかね。うん、早田も今モーション
巡回転、このラリーは、やはりこのラリーは強い。ゲームポイント、綺麗なプレーが続いています。3球目、ループドライブに来ました。投げ上げて巡回転ミドルへ、バックハンドはオーバーです。3対1になります。ロングサーブから入りました。この戦術コースを変えたんですね。変えましたね。開始のプレーだったんでしょう。ナイスボールという声を出しました。早田のチキータ、早田のポイントです。さあ伊藤は一旦脱力してからレシーブ。ああストップ、素晴らしいものがありましたね。ネットイン5-2です。できますからね。そうですね。倍返しのように返されることができますからね。なるほどなるほど。この消極的なプレーが伊藤選手は出てきますね。はい、ロングサーブノータッチでした。流したツッツキ。マキュロングサーブ。って読んでいて強打に繋がりましたね。まあ伊藤もよく返しましたけどね。天保ゲームポイント。どうです。フォア前逃げていくさ、ね。はい、そうですね。少し長い分スキックは少ししづらい部分はあります。3球目。第5ゲームです。なりましたね。前陣でいたプレイヤーというのは安定感を求めるので、そう、これだけのまとまったプレーになりましたね。はい、逆ついた、耐える伊藤、そして最後はミンパンチ。巡回転ロングサーブ、ここも前陣の早いラリー、ああこの早いラリーを巡回転ロングサーブ回り込んでいった。このサーブに対巻き込みサーブをフォア前へ、うまく対角線を使います。広角に飛んでいきやすくなるんですね。はい、投げ上げてロングサーブ、回り込んでいきさせられていると思いますね。ロングサーブサイドを切ってきた、ミドルをつく、ああ確かにします。巻き込みサーブ、同じサーブです。ネットに当たってオーバー、ミドルへ、ミスしまいましたね。このライ、ミマパンチが待っていました。カウンタースマッシュ、ここもミドルをつく、ネットイン、しのいだ早田、投げ上げてミドルへ、逆チキータを使う、いやチキータを使う伊藤、サインを起こしています。東京オリンピック代表候補、前本取れたのは伊藤にとってはいいことですよね。そうですね、あれを前でカウンターできるのはとても、はい、いいプレーです。前半というのはサービスを持った方が得点につながっていたんですけども、逆に今度はねサービスを持っ、すごく光ってるんですけども、やはりその部分早田選手が下げられている場面が多いですね。投げ上げて巻き込みサーブ、浮いたところバックハンドで叩きました。今度はバックからフォア前、3球目うまく使っていってましたね。はい、今度は早田はフォアからの巡回転形に持っていけるということですね。はい、この巻き力
聞いた。すごいラリーでした。今早く投げ上げて、はい、5-7、2点差。早田のサーブ、ロングサーブを使う。バックのロングサーブ、伊藤のアタックです、はい、ね、おー素晴らしい、ノータッチです。投げ上げてハーフロング、ネットに、ネットミスです。8ミドルから、うん、最後は3球目しっかりと決めていきました。最終ゲーム、伊藤のサーブから始まります。体勢を崩されながら、素晴らしい選択でしたね。今度はフォア前、なんというラリーでしょう。2です。バックハンド、早いラリーはやはり伊藤のも、ね、はい、投げ上げて、うん、バックハンド、フォアです。ロングサーブ回り込んでいき、もう一度ロングサーブ、ネットイン、足を取られた、早田懸命に拾う、懸命なプレーが続き、はい、ネットイン、うん、早出やすいですね、はい、あ、攻めのツッツキ、そうですね、タイサーブも有効かもしれませんね。ラケットの角に当たりました。地位あるいはスピードが目立ちますが、その回転も実はうまく巧みに操ってるんですね。そうですね、うん、ボールですね、追いつきました。イトール、長いツッツキ、ミドルを攻める、対応した伊藤、3球目ドライブです、あと1点で決勝進出、うん、最後はオーバー、伊藤